さあ、福君シュート女子の3回戦になります。ジェニファーハウ対63モダフェリー。黒いタンクトップジェニファーハウ、そして T シャツに青いトランクスがモダフェリーです。おパンチで押していきます。ハウが押す。ジェニファーハウは女子アメリカナンバーワンと言われている選手ですね。膝を返すモダフェリー。モダフェリーは確かパレストラ吉祥寺とかに来てた、はい、そうですね。さあ首相撲からその上を投げていきました。かなり打撃が嫌がってますね。さあもジェニファーハウの打撃嫌っています。モダフェリー距離を取りますが前蹴り。しかしここ前に出て打ってくるのはハウ。タックルに入った。テイクダウンされるんですね。そうですね。この辺りはちょっと簡単にいってしまいました。やっぱり強いだとかナンバーワンだとかエリカ・モントーヤもそうだったんですけど、うんすね、やっぱり全体的に層が薄い中ですからまだまだ分からないですよね。そうですね。まあ、こういう試合、まあ、勝ち負けにしろ、まあ、何回かやっていくうちまた分からなくなってくると思いますので、はい、まあ、発展途上というか。さあ下から蹴り上げてくるハウ。その足をさばいてモダフェリが入ろうというこれはグラウンドになっているんですがかかとを振ります。ちょっと、ね、ちょっと顔に当たってますね。さあこれは担いで畳んでサイドに回れるかモダフェリー。モダフェリーの方が繊細ですよね。一応、うん、ジェイハンハウはジェイミー・ホーンというチームエクストリームの選手の彼女なんですけどね、この日のフックンシュートでは結構そういう男子選手の彼女もなんか試合をしてますけどね。さあ下から腕を狙いながらちょっと甘いですね。これも三角腰どうでしょうか。真ん中に戻して形にはなってますが、まあ、腕関節を狙った方がいいですよね。そうですね。下は抜けますルカ十字架。そうですね、しかし溶けます。 T シャツ引っ張ってますよね。ちょっと引っ張りましたね。さあ上から殴ってくるのはモダフェリー。下からハウが三角の体勢を取りましたが逃れています。さらに殴る。さらに殴っていきます、うん、横にきっちりつきたいですね。サイドを取れるか。上昇に回ったモダフェリー。ここから腕が取れるか。十字を狙ってますね。いけるか。マウントですか。マウントになりました、うん、さあマウントになってパウンドを落とすがこれはダメージにはあまりつながってないようです。第1ラウンドが終わりました。まあ、前半ちょっと打撃でポンポンポンと当てられて、はい、押されたところあったんですけどきっちりマグランドではコントロールしていきましたね、はい、モダフェリがやや盛り返した。さあ第2ラウンドに入ります。青いトランクス前に出るモダフェリー迎え撃つハウ。おっとミドルを出したモダフェリー。そこにパンチを合わせましたハウ。ハウの直線的なストレート。そこにタックルに入りましたモダフェリー。これを取れるか。きっちりいけますか。うん、足を取ります。ちょっと雑ですよね。そうですね。上を取れるかしっかり抑えるかモダフェリが。これはやっぱりどちらかというとやっぱりアマチュアシュートのない国の試合だなという気もしますね。まあ、いわゆる形になってないというグラウンド展開です。細かさがやっぱり、はい、特にハウなんですけども、まあ、かけるっていうんですか。モダフェリーの方がやっぱり日本でそういうところを学んできたなと、はい、うん、ただパンチになるとハウなんですけどね。そうですね。さあボディからそこへ膝を返したモダフェリー。膝です。相手を振っていきます。首相撲というか振って投げました。そしてこのサイドをうまく取れるか。モダフェリーがまた腕を狙っていきます。さあ相手の首に足を乗せながらパンチです。さらにボディ腕十字にいけるのかどうでしょうか。さあ 2-4 からマウント狙いか。終始上を取ります。モダフェリが2ラウンドも上を取っています。そうですね。ちょっとハウは失速したんです、ね、動きが少なくなってきました。さあここでパンチをもらいます。
横から殴ってきます。さあさらにこの体勢なら腕も狙える位置だが、ここでゴング、第2ラウンド終了です。まあ、徐々に徐々に奥さんもらえるのペースになってきてます ね。さあやや疲れた表情も見えてきましたジェニファー・ハウ。シュート的にこの打倒局の回転っていうことの全体像のレベルで見るとやっぱりちょっとまだ3回戦は厳しいんじゃないかな、なれないですね。3ラウンドに入っています。タックルに入るモダフェリ。女子の総合格闘技全体がまだ2ラウンドと捉えた方が、ま、中にはまあ突出した選手はいるでしょうが、まあ、本当にごく一部ですよね。さあ髪に回ってさらに逆サイド、ロクサン・モダフェリが第2ラウンドから試合をコントロールしています。さあハウの上について、これも腕十字が狙える位置だがボディへパンチ。さあ相手を上から押さえ込んで、完全にモダフェリのペースになってきましたね、はい、試合は動きが少なくなってきましたジェニファー・ハウ。男子の方も最初そうだと思いますけど、まあ、やはりグラウンドがちゃんとできる人間がやっぱり総合で、発展途上の段階では仕方がないですよね。これでまああのハウの方が倒れなくなったりとかですねしていけばまたそうです、ねレベルが女子のレベル上がっていくと思うんですけども、はい、意外とだからすごく創世記も創世記の頃にビッグネームになったんで、その後なかなかあのファイトマネーなんかが高騰したりとかして、やっぱ試合経験がジェニファー・ハウがない中、モダフェリの方は日本でクロスセクションだとかそういうところで戦ってたっていう差がやっぱり出てるんだと思うんですよ。さあそして試合が終わりました。3ラウンドを戦った両者健闘をたたえ合いますが、手を挙げたモダフェリー、勝ちを確信しているのか。やはり試合結果、勝利の宣告を受けたのは63モダフェリーでした。判定も3対0。1ラウンドはいやいやパンチで押されましたが、2ラウンド以降完全に相手をコントロールして判定勝利をもぎ取っています63モダフェリーです。